お正月本当に僕やるつもりなんですけども、まあ、日曜日はねちょっと無理あるかなとか思いながら、とりあえず役員を呼びたくてやったらちょうどやっぱりナンバー3の役員が来ました。であんまり今のままの状態やってると、あの社長も返事しない何もしないってやってると、本当にみんなひっくるめて宣伝1万点ベースで正月締めるよって言ってあるんです。で社長が直接僕に手紙くれて、その手紙の内容があまりにもひどかったんで、どういうところからこれ持ってきてるんやっていうことを伝えたら、返事が返ってこない、来れないんです。返事じゃあ社長が返事しないんやねと、返事しないんやったらこっちもそれなりのことするよって言ってあるんで、もう大義名分は整えてあります。だからもう正月はやりますんで、よかったら皆さん一緒にやりましょう。その代わり責任は持ちません。自分で責任取ってくださいね。けどもそれで契約解除とかいうことは絶対ないと思います。だもしもあるとしたら、松本先に契約解除せえと言ってくれたらいいと思います。そのぐらいのつもりでやるつもりですので、見ててください。今度はもう来ても譲りません。いろんなこと考えてますんで、言い訳じゃないですけど、こう言われたらああいうっていうのを全部シミュレーションしてあるんで、もう大丈夫です。よろしくお願いします。さすがです。